サダは生きる。どのサラダを支える力となりましょう。なんだこの八型じゃぞ。寄せ集めの軍など相手にならぬわ。確かに城の守りは固い。力攻めは無責任。敵の士気を下げて降伏させるべきだろう。こちらへ到着する模様。さすがに抵抗が激しいな。奥側の援軍を当てにするしかねえか。このありさまでは援軍を引き入れるのも難しい。突破口は開いてやらねばなるまい。これ以上の抵抗は犠牲を増やすばかり。わしからも申し上げましょう。こんなところで倒されてちゃ話にならねえ。影勝、マサイキ、お前らもだ。いいな。水晶大道寺様が下られたのは誠だ。ならばここも長くは役に立ったか。物分かりのようなばかりであれば助かる。砦を落とす。こんだけ敵を減らせば十分だ。揺れの間に八形城を落とす。さもなければ後の戦にも響くことになる。本多忠勝水産。果たせたな。土産を持ってきたぞ。あとは審判に任せた。我は敵の守りを崩す。武術の威力は周兵の数で決まる。できる限り耐えるのだ。本当見事な砦で一つもこの堅牢さ。ここを攻めば押されている。小田原からの援軍はまだか。遅くなってごめんなさい、不二君。私は徳川を止めます。これはいい。すでに遅い。守備隊が減れば王術の威力も落ちる。是が非でも全員を守り抜くのだ。民を傷つけるのは上杉の戦ではありません。うろたえ者を沈めなくては。私の家族に手を出させない。たとえ古今無双の猛将が相手でも。あの方が頑張ってくださっている。私もまだまだ諦めてはいられない。だが順調である。さて、松井田城で確保した兵糧があるはず。そちらを回せ。
処置。さて、次はどこを落とす。終わらせるぞ。同期ともに無事国様、まだ諦めてはなりません。我らがおりまする。無事国様、いつまで抵抗を続ける気だ。この戦場を小田原の連中は分かっているのか。見えている。姉上、お許しを。我らの城、守り抜けなんだ。
俺の志奏でよう。誠実にの。あれが伊豆ね。なかなか景色のいいところじゃない。はい、複雑な入り江を生かした天然の要害です。心してかからねば。もうまたそんな無粋な話をして。我らは戦に来たのだ。無粋も何もあるか。ほんとつまんない坊やたち。いいわ、さっさと終わらせましょう。ずっと潮風に当たられて髪がベタベタ。早く湯に浸かりたいわ。上等。あの方々もやる気を出してくれたのなら当てになるものか。平坦を担う重要な役目だというのに。みんな承知していますよ。小田原に物資を運ぶべく早々に占拠しましょう。前線への物資の輸送は我ら水軍の役目。この浜で揚陸し小田原へと向かいましょう。まずは荷上げです。夜のうちに中央砦まで荷を運び込みましょう。手始めに荷打隊の進路を確保するため北砦、南砦を押さえます。騒がれて他の砦に聞こえても面倒だ。早々に口を塞ぐぞ。こたびの戦は豊臣の威信を世に示すもの。万に一つの失敗も許されぬと心得よ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。そのまま中央砦、そこで一旦物資を集積します。クズどもが。この程度の戦果誇れる気がせん。これだからバカの国、夜打ち朝がけは兵法の常だ。
たちは止められん。厳島の戦いを思えば、闇に紛れての接岸など小早川水軍にはお手の物というわけ。古い話をご存知ですよ。随分と毛利にお詳しい様子。無論毛利だけではない。ガラ空きだな。ほっといたらまずいんじゃないの？上等。そのままひた走れ。走るがいい。クズどもだ。目的地はまだまだ先か。本当に引き込んでいる。欲しいのだよ。南東の山を越えれば小田原へ抜けられます。ここは二手に分かれて向かいましょう。大事な物資を奪われるわけにはいきません。早急に制圧しましょう。耐え抜いたか。震えたぞ、その反骨の魂に。救援行う。戦場と俺の血を刻み込んでやる。朝になれば警備の目も厳しくなります。二打を運ぶには一層注意しなければ。三条つかまつ、我が敵はここか。巧妙となってもらおう。つまらぬ敵だ。もう終わりか。あれは船を破壊されてはなりません。阻止しなくては。貴様に送ろう。
鎮魂かを。敗走。皆さん、ここが頑張りどころです。急げ。魂、俺に戦えと叫んでいる。行こう、魂の叫びに応えるために。走れ。我らのお役目、どうやら果たせそうですね。将、兵も民、北条の魂を持っている。次なる関東の主は苦労するだろう。誠実に。小田原ってどんなところかしら。ちょうど花の季節じゃない。みなご苦労。俺は次の戦場に出向く。この後も怠りなく務めよ。
田は生き、真田を支える力となりましょう。北条は未だ徹底抗戦の構えを崩さぬか。小田原城が落ちるはずがないという考えなのでしょうか。小田原城は落ちずとも兵と民は死に続ける。関東の守護は聞いて呆れる。北条の抵抗ももうじき終わる。利家殿、どういうことだ。次の戦は値切りにする。それは抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず値段した。そして北条の士気をくじくと。そういう、それは俺の一存で決めたことだ。戦を終わらせるにはこれしかねえ。父上、承知し、抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず目出した。闇夜で敵の布陣を読めんが構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。圧倒的な力を見せつけるのがこの目的。まあ、大将国が誰一人欠けてはならぬ。止まれるなどもってのほか。さよう心得。やめてくれ。よく見てくれ。わしらは兵士じゃねえ。それしかねえんだ。こうでもしなきゃ小田原の連中はわからねえ。夜は狙いを定めづらいな。鉄砲隊、朝までしのげ。夜明けとともに一斉射撃だ。敵は鉄砲隊を配備しているようですね。夜の間に殲滅した方が良さそうです。力と恐怖で強行の意志をくじく。確かに効率的だ。まるで魔王の戦である。父上の戦を学ばせていただきます。私も雪村様のそばにいたかったのに、なんでサスケだけ。うずうず、雪村に頼んでお前を借り受けたのだな。不満であったのならすまぬことでした。まさゆき様、いえ不満なんてとんでもない。頑張ります。すでにお手に入れた。我が術中である。さて次はどこを持っていくか。上の戦武器学ばせていただきます。
ただきます。戦ぶり学ばせていただきます。急げ。の道連れにするのみ。水車攻撃のみ。すでに遅い。だが術中であろう。ここは引かせてもらうわ。見上げた野郎だぜお前は。父上の役作を学ばせていただきます。父上の戦ぶり学ばせていただきます。鉄砲隊よく持ちこたえたな。いざ撃て。急がねばなりますまいさ。砦の民兵が進軍を阻もうとしているが、八幡城の剣を知れば逃げ散ろうが。私の話を聞いてくだされ。これ以上無益な抵抗は。これで戦が終わるのであれば。開門。皆殺しって言ったはずなんだが。承知している。だがそれでも多少の工夫はせねば効率が悪くなる。
そこちらから撃って出るべきか。敵の本陣をつき一気に落としてしまえば。横地様、敵が迫っております。あとは私に任せてお逃げください。開門。しまる、必ず八王子に援軍を連れてまいるぞ。勝利条件変更。お武家様たちがいなくてもオラたちが八王子を守るんだ。なんでそうまでして抵抗すんだよ。もうやめねえかお前ら。しばらく耐えていてくれ。小田原にこの惨状を伝えて必ず戻る。聞かせていただこう。不救援行為。足が折れてどうする。敵の布陣のすべて見えてる。残る将を倒して戦を終わらせるぞ。胸が痛みます。己の無力さを噛み締めなさい、カネカ。それにあなたの義を育てることになるのです。天下無双、この名も策に使えるか。年家殿、父上、本陣より使いが参りました。北条方の士気は目に見えて下がっているとのこと。寝返りも多く出ていよう。北条は中から崩れる。武田と同じようにな。はい、おっしゃる通りです。これで間もなく戦は終わる。太平は目の前だ。ご苦労だったな、正行、信行。ああ。は。年家殿は己の一存とおっしゃいましたが、本当は秀吉様の王様。言うな。年家の心意気が無意になる。天下のために知恵を使ってくれ。それがどうだ。利家一人に泥をかぶらせて
この始末、秀吉様もさぞ落胆されておろう。されど、これで戦は終わります。太平の世を一日も早く築くためには。やむを得ない犠牲であったと申すか。今日の犠牲に報いるため太平をか。どこかで聞いたようなセリフだな。父上。つまらぬ。それでは、つまらぬのだ。わしは。はいはい、やりゃいいんだろ。私は強くあらねばならない。北条方の士気は落ちているとの話でしたが、ここ押し城はまだ守りも固く息盛んなようですね。やはり噂に名高い甲斐殿が詰めておられるからでしょうか。一人の武勇で戦が動くものか。策はある。この程度の城造作もない。策とおっしゃいますと？地形を見ろ。川を利用すれば水攻めはたやすい。なるほど。水攻めといえば秀吉様が。そうだ。水に沈めば奴らもすぐに根を上げる。そうすれば。そう、うまくいけばいいのですけど。これは。チャチャ様、なぜこちらに。秀吉様に呼んでいただきました。大阪で待っているなど退屈ですから。何をおっしゃっているのです。危のうございますぞ。さよう。物見遊山で戦場に顔を出されては迷惑千万です。無論遊びに来たわけではありません。私も戦います。チャチャ様。雪村、チャチャ様はご乱心だ。早々にお引き取り願え。私は秀吉様のお許しを得てきています。ならばお好きになさるがよ。チャチャ様、秀吉様は本当にそんな。ええ、雪村を応援してやるようにと。それは戦に出よということではないのでは。八王子城の件を聞いていますか。はい、凄惨な戦であったと。そのようですね。さすがの真田昌幸も気が塞いでいるようです。父が。チャチャ様、もしやそのことを私に知らせようと。本当に嫌な戦、さっさと終わらせてしまいましょう。はい、全力を尽くします。チャチャ様もどうかご無理をなさいませんよ。自分の弟子の腕が信じられないので。さらに援軍が来たか。こんな小城に大行なことだね。どんな大軍だろうと私たちが勝つ。宇治政様の言った通り、力ずくで全部支配しようとする連中に。八王子城のみんな、仇は必ず撃つよ。絶対。直に堤防が完成する。それまで敵将を引き寄せ分断するのだ。堤防が完成すればすぐに水攻めに移る。それまでに
各自退避しておくように。敵をたくさん引き寄せろ。自分たちもうまく逃げろ。無茶言うね。策がうまく運ぼうと本陣が落とされては何の意味もないぞ。忘れるな。古典にして定番、敵を釣り出すには遅らせるのが一番だよ。北条はどこ攻めても城にこもってばっか。槍の持ち方とか知らねえんじゃねえの。おのれ許すまで。これが戦の空気。以前は無我夢中でわからなかったけれど。茶々様、雪村がおそばにおります。どうかお心安らかに。自分たちが仕掛けた水攻めにはまっちゃシャレになんねえよな。とりあえず下がった方がいい。軍を動かせない。船の用意ができたぞ。皆の者、水警を恐れず進軍せよ。怪我をしたそうですね。ほんのかすり傷です。
ご心配には。二度と許しません。いいですね。はい、心します。急げ。前進する。なぜ抵抗しようとする。八王子城の二の舞だ。被害を抑える策が意味をなさぬ。本陣が手薄だな。今敵に攻められてはまずい。手島さん、ごめんなさい。無造無造がゾロゾロで鬱陶しいのだよ。上がりっと。ここは引かせてもらうわ。これが先輩の言ってた熊子。誰に聞いた。いや、絶対あいつだな。やる。なるほど、確かに熊だ。開門。ほどのことではありません。
勝打ち取ったよ。負けてしまうとは。打ち取ったよ。耐えきれん、引かせてもらう。見せつけられてしまった。私も務めを果たさなければね。それでは敵の総大将が場外に。まさかね。いざバイエラン。はい。これだけ時間をかけ被害を出した挙句、城一つ落とせぬと。我が光明となってもらおう。散りゆく定め。敵将討ち取りました。近様申し上げます。小田原城会場となりました。宇治政様が降伏なされたと。もはやこれまで。我が城も降伏いたす。ずいぶん手こずったようだな。父上、援軍はもう無用でございますぞ。援軍ではない、今日のわしは使い番よ。本陣からの使者。小田原城が落ちたぞ。なんと。もはやこれまでか。無念でございます父上。これ以上関東の民を犠牲にはできぬ。我らの意地を知ったからには秀吉も無体な真似はすまい。わしが席を追って収まるならそれでよい。姉上、甲斐、どうか無事。どうせ下るなら早々に頭を下げておけば無駄な戦などせずに済んだもの。父上、そのおっしゃりようは。意地を通せば満足というのなら。茶々様、私は本陣に戻ります。ご苦労に存ず。雪村と申せ。はされば三成殿。父上失礼いたします。ご苦労であったな三成殿。何がだ、城一つ落とせぬうちに本戦は終わってしまった。秀吉様の真似事で功を稼ごうとしたくせに大失敗。とんだ役立たずだ。笑いに来たのなら笑え。確かに褒められた戦ぶりではない。だが
お前が秀吉様に習ったのは、人死にを少なくしたいという心だ。故に下手な戦ではあったが、わしのやったつまらぬ戦よりはよほどよ。何のことだ。それに今も功がないのを悔やむのではなく、秀吉様の役に立てなかったことを不甲斐なく思っている。そういうバカ者は嫌いではない。意外だな。そうだな、つまらぬことをしゃべりすぎた。ではわしも本陣に戻る。せいぜい気張れ、坊主。だから誰が坊主だ。天下統一、乱世の終わりをこの目で見られようとは。戦のない太平の世が訪れた。ああ兄上。我が父がいる限り天下が治まるものか。秀忠様。兄上、こちらの方は。家康様の嫡男、秀忠様だ。秀忠様、弟の雪村でございます。知っておるよ。徳川を散々苦しめた真田兄弟の名ぐらいだな。恐れ入ります。秀忠殿、先ほどおっしゃっていた意味は。雪村。しかし。言葉通りよ。天下を狙う最大の敵が残っていて、どうして太平の世が訪れようか。秀忠様、あまり不用意なことをおっしゃっては。天下を狙う家康殿が。当然だろう。なぜ秀吉が親父殿に関東移封を命じたと思う。嘘伝来の地から徳川を引き剥がすためだ。形の上では数おるが、関東の荒れ地などあてがわれたところで。つまりそれだけ秀吉様は家康殿を恐れていると。雪村。そういうことだ。黙って違法を受け入れた親父殿の心底は分からぬが、このままでは済まぬだろう。困ったお方だ。兄上、今のお話は。話半分に聞いておけと言いたいところだが、まだ楽観はできないだろうな。はい。翔、今の話マジ？家康様は豊臣を攻める気なの？我らが知る必要はない。影はただ命を受けて任を果たすの。もう真田を探る必要もないかと思ったけど、そういうことならまだいた方がいいかも。居心地が良くなったか。何言ってんだよ師匠。こんな、なんだよ。重ねて申し渡す。任に私情を交えるな。分かってるって。そんなの。お仕事頑張りますよ。
し忙しい。異常はありません。良い天気ですな。ご苦労様でございます。お武家様、ご苦労様です。それは…良い天気ですな。忙しい忙しい。雪村様。おっと、こいつは。あんた、もしかして雪村が。左近殿、これはお久しぶりです。これはまた懐かしい顔だな。ご無沙汰しております、正行さん。徳川の大軍を退けたという名状を拝見しに参りましたよ。攻め方を考えに来たの間違いではないのか。ま、それはお互い様でしょう。見事な城を見れば落としてみたくてしょうがない。違いない。お二人とも未だ兵法修行を続けておるのか。それがそろそろ年貢の納め時でね、腰を据えようかと思ってます。そうなのですか。左近殿ほどの方が仕官なさるお家とは一体。まさか徳川などとお住まいな。いやいや、石田三成という御人です。え、おお、やはりご存知でしたか。ま、豊臣の大番頭を知らぬ奴はいないか。はい、たびたびお世話になっております。天下の軍略家が小森に逆戻りか。言ってくれますね。あの方もあれでなかなか。知っている。お父上。正行さんにそう言わせるなら大したもんだ。豊臣の世を守るために強くなりたいのだと偉く熱心に書き口説かれましてね。何やら小田原で大層答えることがあったらしい。ご存知ですか。さあな。父上、柄にもなく感じ入りました。まあ面白い戦ができそうですしね。物好きなことだな。それもお互い様でしょう。天下統一、真田は安泰。良いこと尽くしであるな。あ、はい。どうした、浮かぬ顔をして。つまらぬか。いえ、決してそのような。さようか。わしはつまらぬ。父上。小田原合戦の契機となった名ぐるみ城、彼の地を北条が攻めるよう仕組んだのはわしだ。そのような気はしておりました。天下統一という大義のため、名ぐるみを、彼の地の将兵たちを見捨てた。八王子城でも
それはやむを得ぬ死にか。信行もそう申していた。だがさような戦はつまらぬ。父上、日の本から戦がなくなるのであれば、かようなことを考えても致し方ないがな。戦はなくなりましょうか。何があった？家康殿のご子息秀忠殿にお会いしたのですが、家康殿には天下を狙う野心があると。当然であろう。だが息子がそれを口にするか。徳川もいろいろあるようだな。家康殿は秀吉様と戦おうとなさるのでしょうか。今は兵を挙げたところで北条の二の舞。家康がさような愚かな真似はすまい。だが雪村、大阪へ戻れ。は。こたびの出陣は許されたが、お前は本来人質の身。いつまでも上田に留めてはあの坊主が怒る。坊主？何より天下の行く末から今しばらくは目を離してはならぬ。承知いたしました。第11章決別。秀吉の手によってついに天下統一はなった。誰もが望んだ太平の世がようやく訪れたのである。しかしそれも長くは続かなかった。秀吉は老いとともに床に伏すようになり、家臣たち、特に石田三成と徳川家康の間には以前にも増して険悪な雰囲気が漂い始める。大阪城の雪村も迫る戦の気配を肌で感じていた。そしていよいよ真田家に最大の危機が訪れる。これはカイ殿、ご無沙汰しております。慣れ慣れしくしないでよ。私らが真田にどんな目に遭わされてきたか。返す言葉もありません。勝敗は陛下の常ってやつじゃないの？雪村様、こいつ北条の熊姫ですよね。なんで大阪に？誰が熊だこれ。茶々様がカイ殿をお預かりになったのだ。あんた、カイと言いましたね。私と一緒に。チャチャ様。はあ？あたしを捕虜にしてどうしようっていうの？市中引き回しの上、貼り付け獄門とか？死にたいのなら別に止めはしません。好きにしなさい。しかし貫きたい意地があるのなら、託された思いがあるのなら。チャチャ様。この方のおっしゃる通りよ、カイ。私もあなたには生きていてほしい。姫様。チャチャ様でしたか。どうかカイをよろしくお願いいたします。受けたまわりました。よっしゃ、世話になります。でもそれは豊臣がひどい真似をしないよう見張るためよ。ええ、私もそのつもりです。は？ちゃちゃ
チャチャ様も物好きなことですね。落城の切なさはチャチャ様が誰よりご存知だ。捨ておけなかったのであろう。宇治政殿の姉君は徳川とご縁があり、家康殿が貢献なさったが、甲斐殿には行き場がなかったからな。なるほど、哀れな捨て駒を拾われたわけですね。泣ける。だから誰が熊だっての。私もチャチャ様の身の上を聞いて感じ入ったというか、お力になれればと思ったけど。さようですか。そう言っていただけるのはありがたい。でも真田を許したわけじゃないから、そこんとこ勘違いしないように。はい、お認めいただけるよう励みます。勘違いしてるのはどっちだっての。雪村様がいなかったらチャチャ。はあ、はあ、おっかねえ。Thank you.
いらしいわ。忙しい忙しい。はい。聞こう聞こう。ほう。気を引こう。よかろう。よかろう。よかろう。それでよい。それでよい。忙しい忙しい。雪村、よう来てくれた。小田原では見事な働き。はあ、恐れ入ります。秀吉様、あまり喋られては。いやいや、今日は気分がええんじゃ。雪村が来てくれたからじゃな。もったいないお言葉。私などでよろしければ、いつなりとお召しくだされば。お前さんの親父殿には悪いことをした。は、父にですか。利家にもな。八王子城のことは。はい、されど。やむを得んことと正幸殿は割り切れまい。わしは秀吉様がっかりさせてしもうたかの。滅相もないことでございます。父も秀吉様のお考えは十分。詫びておいてくれ雪村。頼む、どうか正幸殿に。はいはい、秀吉様ですから、どうかもう。もうお休みください秀吉様。雪村。はい。
すまぬ正幸殿、利家。あれほど気に病んでおられたとは。すっかり気弱になってしまわれたようです。このような時にあの者たちは。お、石田三成と加藤清正、それに福島正典です。噂は聞いている。はい、少しは。けれどあの方々は喧嘩するほど仲が良いというのを。そうも言っていられないようなのです。どうして秀吉様のご心労を増やすような真似をするのか。今こそ家中のまとまりが。何ですか。私が豊臣の家のことを心配するのがそんなにおかしいですか。いえ、茶々様が豊臣の支えとなってくださること、とても心強く思います。とにかく捨ておけません。承知しました。お三方の話を聞いてみましょう。出すなバカ、茶々様の前で。ああ。いえ、つまり三成の態度に問題。そう、もともと横柄なやつだったけどよ、近頃は俺らなんかと口を聞くのもバカらしいって態度だよ。何故そのような態度を取られるのでしょう。知るか。俺たちが家康殿と親しくするのが気に入らんのだろう。家康殿と。あいつの家康嫌いは筋金入りだがんな。家康殿は利家殿と並ぶ豊臣の重鎮、やつこそが協力を取り付けるべきだというのに。どうして三成は家康殿を嫌うのでしょう。豊臣への脅威と捉えておられるのやも。雪村、滅多なことを言うな。そういえば真田も徳川嫌いだったな。まさかお前が三成をけしかけているのではあるまいな。あ、いいえ、私はそのような。ただ秀忠殿は言っていた、家康殿は天下に野心があると。やめなさい清正、それは邪推というものです。よいのです、茶々様、清正殿とて本心でおっしゃっているわけで。はい、申し訳ありません、すまなかった。いえ、わかりました。三成の言い分も聞いてみま。お手数をおかけします。おねね様に怒られるのは覚悟していたが、まさか茶々様だな。なんか感じ変わったよな。あの日あれが本来の茶々様の。そうかもしれないな。茶々様のためにも